皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。本日はまた皆様にエフェクターをご紹介させていただこうかなと思うんですけども、今日登場するエフェクターは何のエフェクターかと言いますと、こちらババーン MXR のアナログディレイカーボンコピーミニのご登場でございます。わー、こんなに小さい、こんなに軽量けれどもアナログディレイっていうカーボンコピーミニというディレイでございます。まあ、小ささは見てわかるじゃないですか。ちっちゃいです、すごいちっちゃいですけど持ってみて結構驚くと思います。想像以上に軽い、見た目以上に軽いです。これなんかこの外側のこの筐体になんかこうね、工夫がされてるんですかね、すげえ軽量ですげえ小型な、アナログディレイという感じでございます。で、私ちょっとね、そのお恥ずかしながら不勉強ながら知らなかったんですけども、まあ、そもそもこの MXR のカーボンコピーっていうなんかこのアナログディレイがもともとあるらしいんですよ。で、そのカーボンコピー、結構ロングセラーというか大ヒット商品で、まあ、その使っているアーティストさんとかもすごく多いんですけれども、で、そのカーボンコピーをそのミニサイズにして、でミニサイズにしただけじゃなくて、なんかこうブライトスイッチも入れたりとかして、ちょっとこの高性能になっちゃって、この再登場ワホーイっていう感じの、新製品の、ディレイという感じでございます。今回はですね、こんな感じかな、いくぜ、画面ドンズバババババーンっていう感じで、お手元もお見せしながら、皆さんと一緒に音を楽しんでいこうと思いますので、よかったら参考にしていただけますと幸いでございます。カーボンコピーミニのご紹介でございます。それでは、早速鳴らしていきたいとこなんですけども、いつもの思想環境としては、ビル・ローレンスから、ゼンハイザーのワイヤレスで、カーボンコピーに来まして、カナレのケーブルでブラックスターのスタジオ10という感じです。で、これ今繋がってるんで、音を鳴らせば、まあ、いつものこのね、とてもジャキジャキなビル・ローレンスの音がするような状態でございます。で、ここから、ちょっと早速カーボンコピーミニスイッチをオンにしましょうか。いきますね、ワン、ツー、スリー、あやーという感じで、これでスイッチがオンになりました。何かお気づきかと思うんですけれども、LED がとても、視認性抜群でございます。で、ちょっと視認性が抜群すぎてちょっとこのカメラの邪魔をしてしまうんで大変に申し訳ないんですが、ちょっくら目隠しを、させていただこうかなと思います。ごめんなさい、視認性抜群なんですけども、ちょっと手元がね、これだと見えなくなっちゃうんで、ちょっとカメラで、ちょっとカメラ的な感じでね、ちょっとこの、ね、かぶさって、そういう時もあります。はい。で、そもそもディレイって何なのよという方もいらっしゃるかと思うんで、軽くそのディレイの何たるかっていうのをね、お話しさせていただこうかと思うんですけども、まあ、簡単に申しますと、古文発生装置でございます。古文発生装置。僕がこうギターでなんかこうビャンって弾くと、古文がビャンって返してくれるみたいな感じの、イメージでございます。僕が A コードをバーンって弾くと、返してくれる。 C コード弾けば D、E っていうような感じです。で、この音を返してくれるのと同時にこの鳴らしたりとかすると、またこうね、夢の共演ができるわけですよ。その古文と夢の共演とかで、その古文とその音を出すタイミングをちょっとずらしたりとかすると、こんな感じ、私と またこう別の音すごい、いろんな音が出て、そのめちゃめちゃテクニカルに聞こえる。いなかったらもうすごい、なんか私アホみたいな人ですからね、本当に。なんかすごい悲しい感じになるじゃないですか。けどこの古文がいてくれることですごい。
な感じでその音に厚みを持たせたりとかすることができるみたいな感じの、エフェクターがそのいわゆるディレイというやつでございます。で、このカーボンコピーミニ、つまみが3つあるんですけれども、右のこのつまみはコブントのこのバイバイスイッチでございます。この距離を、稼ぐって感じですね。バイバイってこのコブントバイバイするわけでございます。このバイバイスイッチが左側にこうバーッといってると、コブンはめちゃめちゃ寂しがり屋なんで速攻帰ってきます。僕が引いたらもういつ出かけたんだか分かんないレベルで速攻帰ってくるんですよ。で、一応あのこれあの出てます、コブンも出てますけど、もうすぐ帰ってくるからもうね、もう全然出てるかどうか分かんないんですよ。で、これをちょっと真ん中ら辺にするとコブンとそこそこの距離バイバイすることができるんで、こんな感じでちょっと距離を置くことができると。で、この右側にガーッと振り切るとマックスバイバイします。マックスバイバイ、こんな感じでございます。これがそのバイバイスイッチで、真ん中のスイッチはこのコブンの体重スイッチでございます。これ今右に振り切ってるんで、コブンの体重はマックスでございます。もうバッて引くといい音量で返してくれると。けど、この体重をガーッと軽くするとちょっとだけ返ってくると、うっすらマックス、こんな感じです。これがその古文の、体重スイッチで、左側のこのスイッチが古文の寿命スイッチでございまして、まあその寿命スイッチというか、まあその命の尊さを教えてくれる命の尊さを教えてくれるスイッチ的な感じでございます。命の尊さを教えてくれますこのスイッチが。今その左に振り切っているから、そのね、あの古文は一回この音をこの出すと、もこの使命を全うしたかのごとく、俺は真っ白に灰になったつって、あいつは星になった、あいつは空の彼方へ、また来世会おうぜみたいな感じで、このすぐにこのね、古文がいなくなってしまうんですけれども、この命の尊さを、教えてくれるスイッチをこのバーッと持っていくと、その古文があの寿命を伸ばします。こんな感じで、で、このスイッチを右に振り切ると古文の命が永遠になってしまうんですけれども、でもその永遠というものは時に残酷なものだよねみたいな、その人の命というのはその終わりがあるわけなんですけれども、そのなぜ終わりがあるのかと、その永遠を誰もが望むかもわからないけども、その永遠というのはその、ね、時に残酷なものになるということを、このスイッチは教えてくれるわけでございます。ちょっと行ってみましょうか。右に振り切ります。で、一回バシッと引いて、そうするとこの古文の音がどんどん変化をしていくんです。ほら、古文が見るも無残な姿に、私のあの一回の過ちが古文のこんな姿に変えてしまった。古文がとんでもない、見るも無残な、あられもない姿に、あられもない姿に変わってしまった。あー、古文どこに行くんだ、あー古文何をするんだ、うわー。で、この古文からそのバイバイスイッチをこっち持っていくと、やばい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 、みたいな感じだって。で、またこのバイバイスイッチを近くしていくとすると、またこのコブがですね、またわけわからない変化を、あーすごい、まだいける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 、
カの鳴き声みたいですね。まあこんな感じでそのバイバイスイッチをいろいろ動かすことでその古文がそのいろんなもうこの悲痛の叫びみたいな感じのなんかもうムンクの叫びみたいな感じのその出すことができるみたいな感じでございます。こんな感じでその右に振り切るとその永遠の残酷さをそのこのスイッチは教えてくれるので、まあ命って尊いよねみたいなことを知ることができるというのはスイッチになっております。でこれらをそのそれぞれ真ん中のいいのかなこんなんで。まあいいか。まあこういう使い方もちゃんとあるんですけれども、もうちょっとまともな使い方をしてみましょう。それぞれバイバイスイッチと体重スイッチと、命の尊さスイッチを真ん中にします。そうするとこんな感じで、まあそこそこ、返してくれる状態なんですけども、こんな感じの音で弾くと、その音にこのめちゃめちゃこの厚みみたいなのが出てくるんですよ。例えばその、結構ね薄っぺらくなっちゃうんですよ。なんかちょっと薄っぺらい感じがしませんか？比べちゃうと。こんな感じでその僕が出した音に対してその古文が後ろからこのバーってこうついてきてくれるんで、なんかこのね演奏に厚みというかその迫力というかこの温かみというかまとまりといいますか、なんかそんなのがすげえこうバーっと出てくる感じなんですよ。なんかこれはね本当になんかねちょっと癖になるというか、この何もない状態、何もない状態だと、入れるとなんかすごいこのねめちゃめちゃこの演奏にこの厚みが出てきたりとかするんで、なんかすごいなんかこういったなんですけど、なんかすごいね上手くなった気がする。本当に、ね、すごい上手くなった気がします。で、なんとなくその聞いてて音を気づいたかもしれないんですけども、この僕が弾いた音に対してこの古文の音っていうのはこのちょっとこうね品質が変化してるんですよ。ちょっとこの丸みがあるというか、そのトゲがないというか、そのまあちょっと音がこういい意味で劣化しているというか、ちょっとこのなんだろうな、結構このビル・ローレンスのギターってその割と元の音がそのトゲトゲしいというか、結構ガツンってパンチのある音がするんですけれども、このパンチのある音を 100% 再現されちゃうと結構そのね音がぶつかってねやかましくなっちゃうんです。デジタルディレイとかの場合はね、その再現率 100% このバーッと返ってくるんですけども、このアナログディレイの場合は僕が弾いた音に対してちょっとこう品質が変わった、ちょっとこのトゲのあるといいますか、あトゲのないといいますか、そんな感じの音で跳ね返ってきてくれるんです。なんでちょっとこうね長く続くとちょっとこう邪魔くさく感じるかもしれないんですけれども、意外とこのメローな感じで弾いてみても結構ねマッチするんですよ。こんな感じで体重も多めにしましょうか。こんな。メロじゃない？Thank you.
なんかこのめちゃめちゃこのふわっとした感じのこの包容力みたいなのをなんか感じ取れるかと思うんですけど、どうでしょうか。だからこんな感じでそうね、あの古文の音がねすごいめちゃめちゃこう丸まってるから、なんかこういい感じでこのアンサンブルすることができて、なんかこうめちゃめちゃこの上手くなった感じが、するというか、そんな感じでございます。正直僕ね、そのアナログディレイってあの今まであんま触ったことがなかったんですけど、あの本当なんかこれはね、あのなんだろう、なんかめちゃめちゃ気持ちいいというか、そのなんか弾いててすごい楽しいというか、なんていうか、なんかそんな感じの気持ちになれるようなエフェクトだなという感じでございます。本当なんかこのね、追っかけてきてくれる音がマジ全然邪魔じゃないんですよ。なんかわかりません？このすごいなんか僕の音を邪魔しないというか、演奏を邪魔しないというか、そんな感じで、なんかすげえこうさりげなく後ろをなんかね、あの付き添ってくれるみたいな、そんな感じの印象でございます。ちょっとまた別のパターンもいってみましょうか。体重もちょっと多めにして、これなんとか、軽くして薄る。こんな感じでちょっと物足りない感じになってしまうんですよ。なんかすげえ癖になりそうな感じですよね。こんな感じの、機能でございます。なんとなくそのディレイというものがどういうものか分かっていただけたかと思うし、この MXR のカーボンコピーミニ、どんな音色なのかも分かっていただけたかと思います。まあね、アナログディレイのこの温かみっつうんですかね、こういうものがその醍醐味だと思うのですが、まあ結構ね、音を聞いていただいて、それが魅力が十分伝わったのかと思います。で、他にもそのなんかこういうね、モジュレーションスイッチとかあったりとか、あと横にね、このブライトスイッチってのがあってさ、なんかこれをオンにすると、なんかその音が、この返ってくるコブの音が、なんかこう明るくなるらしいんですけど、ちょっとよく分かんなかったです。このモジュレーションスイッチもオンにすると、この跳ね返ってくるコブの音がなんかこの揺らぎをなんか得るらしいんですけども、ちょっと僕の耳にはよく分からなかったって感じなんですけど、まあ、一応そんな機能も備えているという感じでございます。この横のね、スイッチはパチッといくとすると、テカッと光ってね、かっこいいぜっていう感じの、あれでございます。で、このカーボンコピーミニ、これだけでも十分楽しめるかと思うんですけども、またさらに面白いことにね、後ろの蓋を開けるとトリムが、2つほど入っているんです。ちょっと覗いてみましょうか。プラスドライバーとかで、ネジをこのね、パカッと開けまして、
で本当はまあこのね、金属のドライバー使うのあまりよろしくないからさ、本当はナイロン製とかがいいらしいんだけども、ちょっとまああいにくそういうものは手元に持っていないので、ちょっくらそのまま鉄のドライバーで開けてしまいますが、パカッと開けるとこんな感じ。あお、かっこいい感じで基板が出てきましたよ。ベベン、カーボンコピーの中身はこんな感じでーっつって、まあ見ても全然わかんないけどね。トリムが2つありまして、このね、古文の音の、なんかこの揺らぎの波みたいなのを調整するスイッチと、この揺らぎの波のスピードを調整するスイッチみたいなのがあります。ちょっとやってみましょうか。まずこの揺らぎを大きくしてみましょう。そうするとどんな音になるのか。体重マックスで、10秒でしょうかな。まあ、こんな感じにしましょうか。こんな感じでいきましょう。これで音鳴らします。揺らぎをなくすとこんな感じ。揺らぎを強くするとで、これは揺らぎの波の速さですね。こうすると速くなる。で、こっち側にすると揺らぎが遅くなる。こんなのがあったりとかする感じでございます。まあ分かりやすく揺らぎを強く、そして揺らぎの速くすると結構まあわしゃわしゃこんな音になったりする感じでございます。これまあそのどういう時に使うのかっていうと、そのコーラスっぽい雰囲気を得たい時にまあ使うような感じなんですよね。ちょっとこうこんな感じ。なんかこのエフェクター、コーラスエフェクターとかフランジャーみたいなのが買ったみたいな感じの、なんかこの揺らぎが与えられているかと思うんですけども、まあこんな感じ。まあちょっとこれだとそのね、ちょっと強すぎて音痴っぽい感じがしてしまうから、まあ実際はもうちょっとこのね、ゆったりした感じにするといいと思うんですけども、真ん中ぐらい。こんぐらい。こんな感じで、その揺らぎのタイミングとかをその、ね、調整することができるって感じです。で、この揺らぎとかね、その全然いらなければ、こっち側にこのバーッと振り切れば、ちょっと見えないか、こっち側にこのバーッと振り切れば、その揺らぎが全然ない状態で。演奏することができるみたいな感じでございます。なんか軽く説明するつもりだったんだけど、なんかほぼほぼ喋ってしまったな。ほぼほぼ全部の機能喋ってしまいました。そんな感じで、まあ、そのね、カーボンコピー、アナログディレイの特徴とか、使い方とか、そもそもディレイって何やねんっていうところもですね、すべて分かっていただけたかと思いますので、まあ、よしとはしましょう。よしとしましょう。もし皆さんがね、その楽器屋さんとかに行った時に、そのね、カーボンコピーミニ、もし見かけることがありましたら、ぜひ試奏してみてくださいませ。竹屋さんがこんなこと言ってたな、竹屋さんがこんなこと言ってたな、みたいな感じで、これがバイバイスイッチか、うーっつって、これが命の尊さを教えてくれるスイッチか、うーみたいな感じで、いろいろ試してみていただきますと幸いでございます。で、まあ、店員さんにお願いすればね、この後ろのスイッチ、トリムとかもまあ、そのいじらせてもらえるかもしれないですけどね、ちょっとこの辺は内部すぎて、ちょっと壊したらあれなんで、この辺はあんまり無茶はしないように、しましょう。ということでございます。それでは今回の動画はこちら MXR のカーボンコピーミニのご紹介でございました。まだ新発売なんでね、どこの店でも結構見かけるかと思うんですけれども、もし見かけることがありましたら、興味がありましたらぜひチェックをしていただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。バッハハーイとの前に、その前にちょっくら雑談。
先ほど言いましたように、私ですね、そのアナログディレイあんまり触ったことがないんですよ。あんまり触ったことがないんです。なんでこのね、初めてこういうなんかこのアナログディレイ触りましたけども、なんか普通にめっちゃいいなって感じですね。なんか思った以上に良かったです。今エレキギターで弾きましたけど、これアコギとかでも全然いけるなと思って、なんか普通にこのアコギメインで使っていこうかなと思ってるんですけども、まあなんだったらそのね、あのボーカルとかね、キーボードとかもう全然ギターに限らずいろんなところに使えるようなエフェクターだと思います。なんか普通に揺らぎとかがマジでめちゃめちゃ気持ちいいというか。で、そもそもその僕ね、そのアナログディレイってなんやねんっていうところからスタートしてまして、そのあんまりさ、その機材詳しくないからさ、ちょっとこうこの機会にあのアナログディレイについてちょっと詳しくなろうと思ってちょっとこう調べてみたんです。そしたらちょうどいい具合の本があって、この辺にあるはず、ちょうどいい具合の本があったんですよ。もうまさにもう僕のために発行されたかのような、これボンジョビ、これじゃない、これはボンジョビです。ですね、どこ行ったっけかな、アナログディレイのキーボードマガジン、ハービーハンコック、ウェスモール、クラシックギターの調べ、これだ、イエス、これです、ベベン、ザ・エフェクター、ボリューム44、アナログディレイ特集でございますよ。ちょうど2019年のこの夏号がですね、このアナログディレイ特集、すごいよね、アナログディレイ特集ってどんなやねんって感じだけども、たまたまこういう雑誌を見つけたので、まあちょっと買ってみたわけです。1600円プラス税、なかなかいい値段するんですけども。で、こうね、ちょっとね、パッと見たけどね、これは、奥が深いですね。びっくりしちゃった。もう、全然ついてきません。本当に。すごい。すごいマニアックな、話がバッと、羅列されております。結構こういうの好きな人いるじゃないですか。もしよければこのアナログディレイについていろいろ調べてみたりとかすると、まあさらにこのカーボンコピーミニが楽しくなってくるかなって、そういう話なんですけれども、一応まあこの本ね、ペラペラっと見てたらね、載ってました。MXR アナログディレイ、カーボンコピーの前の、1980年に発売された、初めてのディレイなのかな、こんなのも載ってました。で、カーボンコピーを、開発した、なんだっけ、ジョージ・トリップスだ、全然違う。ジョージ・トリップスさんの、このインタビュー記事みたいなの載ったりとかするし、ちょっとカーボンコピー載ってますね、カーボンコピー。これですよ。元々の。で、カーボンコピーデラックスみたいなのもね、特集組まれたりとかして。で、どっかにね、カーボンコピーミニもね、あるんですよ。これ。今回これですね。あったりとかするんですよ。結構こういうさ、なんかこの機材のさ、うんちくみたいなさ、なんかね、なんか調べたり聞いたりとかするの好きな人いるじゃないですか。もしなんかね、アナログディレイ、興味が持ったらですね、なんかこういうのを見てみると面白いかなという感じでございます。もう私はもうすごい、パッと見て、うーってなりました。アナログディレイの動作原理。クロックとディレイタイムの関係とかね。フィードバックとリピートの関係。ディレイ回路における BBD の役割。BBD って何やねんって感じがしてますね。アナログディレイの心地よさを考える。セッティング迷子のためのディレイ講座。お、カーボンコピー。使われてますよ。カーボンコピー。すごいよね。デジタルディレイ VS アナログディレイ。すごいよな。めっちゃマニアック、マジで。すげえマニアック。すごくないこの本とりあえず買ってなんかせっかくだから勉強しようかなと思ったんですけど、ね、結構パッと見てうわーっつって、僕はちょっといいかなって感じになってしまいましたけれども、まあ、もし興味があったら、そういうのも調べてみると面白いかと思います。長くなりましたけれども、今回に関しては、この MXR のカーボンコピーミニの、ご紹介でございました。楽しんでいただきましたでしょうか。もし気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録、高評価、そしてコメントとかもね、バーバッとしていただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バーバイ。 We'll be right back.